どうもこんばんは、始まりました。はい、モストウォンテッド TV、MC のバッドボーイズでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして本日アシスタントを務めさせていただきます、ゲーム実況者のセントスと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。セントスでございますね。第1回でございます。そうですね、ね、始まりました。はい、まさか1分前までざわついてたとは誰も、ね、予想しないと思いますけど、僕はこのカメラ目線でよろしいんですか。いや、わかんないです、それはそれはもうここであの勘でやってくださいということなので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずですね、この番組のことを説明したいと思います。はい、この番組はですね、エレクトロニックアーツゲーム社から、11月15日に発売されるNeed for Speed Most Wanted の魅力を体感できるライブストリーミング番組となっております。はい、Need for Speed Most Wanted は、はい、Most Wanted 最重要指名手配となるため行動を舞台にしたバトルが繰り広げる人気レースゲームでございます。はい、今回、PS3 などハードで新たに生まれ変わり、自由な形式のオンラインレース、そして壮大なオープンワールドで展開される警察とのカーチェイスを楽しむ、ことができます。豪華な車、圧倒的なスピード、迫力満点のクラッシュ、はい、驚きのアクション、見事なドリフト、現実の世界では体験できないはちゃめちゃなレースが繰り広げられるゲームとなっております。はい、この番組ではレーサー、芸人、ラッパー、可愛すぎる女芸人などスペシャルゲストによるエキシビジョンマッチのほか、一般参加の方により8人マルチプレイトーナメントを開催。はい、Need for Speed Most Wanted の世界にどっぷり使ってもらおうという番組になっております。おー、なるほど。はい、という番組でございますけどもね、まずですね、はい、この番組、私ら8時入りに、来まして、はいはいはい、5分ぐらいですね、ざっと作家さんからの台本説明されたんですけども、そうですね、まず作家さんの声が小さいというね。そうですね、もう声が小さくて何言うてるか全く分かんない、あれこそ虫の息です。ということでございまして、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。セントさんはもうこのゲームの方は詳しいっていうことですか。いや、まだプレイはしたことないんですけども、さっきみっちり聞いてきましたから、はい、なるほど。任せてください。まあ、まだだから11月15日に発売されるんで、まだ発売されてないゲームってことですもんね。はい、僕ふわふわしてるんで、本当にセントさんかどうか。いや、セントさんです。セントさんでございます。あ、自分でセントさんとは言わないでくださいね。よろしくお願いします。本当においくつなんですか、今。32ですね。あ、32歳、はい、結構ゲームは詳しい感じですか。もうずっとやってますんで、そうなんです。もうベテランの手で頑張りたいと思います。なるほど。我々もちょっと本当によくわかんない、ゲームあんまわかんないんですけど、はい、でもやっぱ車ということでございまして、はい、やっぱりね、あのイメージがあったでしょうね、バッドボーイズで行こうじゃないかという。完全にサタだけや。ということでございますので、今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、それでは、早速、本日のエキシビジョンマッチの方に参りたいと思います。はい、エキシビジョンマッチ、対戦するのはこいつらでございまーす。わおぉ、行きました、行きました、行きました、いろいろとまた愉快な人たちが愉快、あ、おさむくん、おさむくん、あの、若井くん、あの、逆です、逆です、カメラあっちですからね、カメラそっちですからね、しかも今やってたのが抜かれてなかったっていうことなんです。あの、よろしくお願いします、本当にね。さあ、ということでございまして、もう MC に被るという、これは、ね、すみません、立ち位置がめちゃくちゃなんですけども、僕らもこれ、はい、なるほど、どこに立つか全く分かんない状態で、じゃあそれでは一人ずつ紹介していきましょう。まずはですね、はいはい、若いおさむくんです、よろしくお願いします。お願いします。ガンダムの開幕、アムのレイです、よろしくお願いします。お願いします。ガンダムのパイロットは車のレース大丈夫なんですか。新型モビルスーツって聞いてやってきたんです。新型モビルスーツではないですよ。違う、違います。あ、車ですね。はい、わかりました。ゲームの方は大丈夫ですか。やります。若い、ちょっと、若いおさむくん、あの、久々見ましたけども、そんな白髪多かったでしたっけ。ね、白髪なんてありません。なんか表情がご機嫌麗しくない感じの顔になってますけど、大丈夫ですか。マジっぽいですね。今日よろしくお願いします。そして、ご紹介お願いします。はい、車芸人といえば、いや、違うやろ。車芸人、違うでしょ、違うでしょ。お願いします。さきちゃん、さきちゃん、車芸人のイメージ全くないですよ。車の営業とか、はい、うん、なるほど。車の営業よく、ラジオの中継とか行くので、あ、そういうの行くのから、はい、ゲームは得意なんですか、さきちゃんは。ゲームは大好きですよ。あ、そうなんです。家でもずっとやってますからね。わかりました、はい、よろしくお願いします。さあ、そして、はい、不気味な方がいらっしゃいますけども、さあ、自己紹介もお願いします。はい、戦闘民族サイヤ人の王子、ベジータ。はい、お疲れ様でした。疲れてないやろ。ベジータ、藤本ですよね。ベジータだ。いや、違うでしょ。藤本でしょ。ベジータだ。藤本でしょ。ベジータだ。聞くか、そんなもん。ベジータですから、聞かないんですよ。戦闘能力どれくらいあるんですか。1万8000だ。うわ、すごいな、ね、1万8000。ゲームの方はセルゲームぐらいだな。
セルゲームでやられてる。そうだ。なるほど、まあ、車のゲームですけど、まあ、宇宙船ぐらいは簡単に操作できるからな。なるほど、そんな楽勝だ。高いですね。すごいですね。ここまでキャラに入られるとね。そうですね、1時間持つかどうか不安ですけども。本人だかな。そうですね、僕、はい、あなたとしたのが一番緊張します。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。そして自己紹介の方お願いします。私の名前はロムスカ・パロ・ウル・ラプター。君の一族と私の一族はもともと一つの王家だったのだ。地上に降りた時二つに分かれたがね。ムスカです。ムスカです。すいません、ムスカのグレードが一人あの低すぎるんですけども。ムスカです。いや、ムスカこんな違うでしょ。言葉を慎みたまえ、君はラプターの前にいるのだよ。多分昨日一生懸命見直してきたんでしょうね。これはやるために何ですか。エロ資金がなくなったらどんどんあの新しいのを作ろうとするのやめてもらっていいですか。エロ資金とは何だ。言葉を通じるため君はラプターの前にいるんだよ。それしか知らないやね。2週目ですか。お前何だ、もうソロフレーズだけで1時間行こうとしてんの。もたんよ、ソロフレーズだけで1時間。甘がせないよね、本当に。で、天使木村でよろしくお願いします。お願いします。はい、さあ、そしてどうも、天使向井です。よろしくお願いします。あ、普通なんですね。はい、あなた天使向井なんですね。はい、僕は天使向井。キャラクターに入られず。ここだけ。そうなんですよ。なるほど、はい、これ、まあ、全員劇団アニメ座という、はい、まあ、吉本のアニメキャラをやってる芸人を集めて、はいはいはい、あのお芝居とかやってるんですけれども、はい、そのメンバーで、まあ、はい、木村君だけ違うんですけど、はい、そのメンバーでやってるということで。なるほど、なんで違うのに入られてるんですか。いや、私はてっきり入ったつもりでいたんだけども、はい、まだだったようだね。言葉を慎みたら3回目やもん。お前もう平和、もう平和、もう1時間持たんで、それ絶対元に戻した方がいいから。さあ、ということでございまして、この、5人で、まずですね、エキシビションマッチを、やっていただきたいと思います。さあ、それでは、目の前の方にですね、ゲームの方があると思いますので、はい、あると思います。あると思う。いや、お前が言うんですよ。こっちでしょ。ここにね、木村君いた別ですけど、ここにいるのはムスカですから。ムスカです。なるほど。言葉を君は泣きたわ。全然いいよ、ちょっと。お願いしますよ。さあ、それでは、はい、どうぞお好きなところに座っていただいて。お好きなところ、これでもいいのか。違うんですね。はい、2人前に、じゃあ、カイさんと、はい、僕が前に。清田さんも。僕の名前忘れてたし。試合で忘れてます。はい、僕の前に、はい、番組でスタッフさんが入ってくるというですね。そんなことがあるんですね。普通に入ってくるという。そうですよね、普通カンペとかでこう来るんですけどもね。この番組はどうやら違うんです。スタッフが、平気で、音声で入ってくるという普通にね、なっておりますんで、はい、さあ、それでは座っていただいてよろしいですか、皆さん。はい、はい、まあ、はい、行きましょう。このままでいいんだな。行きましょう、行きましょう。向井滑れっていうコメントが出てるんですよ。やっていきましょう。さあ、よろしいですか。はい、どうじゃ。さあ、皆さん、いいですか。ルール説明しますよ。はい、よろしいですか。はい、さあ、ルール説明いたします。プレイヤーはオープンワールドと呼ばれる広いマップの中のそれぞれ違うポイントから同時にスタートしていただきます。そのステージの中でまずスピードテスト、そしてレース、ジャンプ、以上の3つのセレクションで競っていただきます。それぞれのセクションで、順位に応じてスピードポイントというポイントがもらえますので、その合計ポイントで、最終順位が決定いたします。まずですね、各自のスタート地点から、ミーティングポイントと呼ばれる場所に集合してください。そのミーティングポイントに最初に到着したプレイヤーにはスピードポイントが100ポイント加算されます。ミューティングポイントにプレイヤーたちが集まると最初のセクションスピードテストが始まります。地図の上の黄色い丸が表示される場所にスピードカメラがあり、ここを通過する速度を競い合うセクションです。制限時間内であれば何度通過しても OK。 最速記録を競い合います。速度が速かったプレイヤーから順にスピードポイントが加算されていきます。スピードテストが終わるとすぐに次のセクションレースが始まります。地図に表示されるといくつかのチェックポイントを通過しながらゴールを目指します。相手の車にぶつけてもぶっ飛ばして倒して、テイクダウンしてもポイントが加算されたりするので、その辺もちゃんと頭に入れてレースをしてください。また一番最初にゴールしたプレイヤーには他のプレイヤーがゴールするまでスピードポイントを稼ぐチャンスが与えられます。他の車にぶつけていろいろチャレンジしてポイントをゲットしてください。最後のセクションはジャンプでございます。スピードを上げて一気にジャンプ台に突入し、どれだけ飛べたかを競っていただきます。
ジャンプ台に突っ込むスピードはもちろん、助走の距離などもポイントになりますので、長距離ジャンプを決めるための工夫をしてください。この、3つのセクションは全てノンストップで行われていきますので、ガンガン走り続けてください。最終的にスピードポイントを最も多く獲得したプレイヤーが勝者となります。さあ皆さん、今の説明分かりましたか？すっごい駆け足でしたね。はい、すみません、よく分からなかったんで、もう一度同じこと。いやもう長いわ、もう大体分かるでしょ。だからその3つのね、ポイント戦っていきますんで、さあ行きましょう。行きますよ。大丈夫ですか、ジェントさん？もうこれゲームの方始めて大丈夫ですか？もう大丈夫ですよ。はい、わかりました。すごい説明でしたね。わかりました、はい、よろしくお願いします。さあいいですか？はい、準備の方いいですか？はい、大丈夫ですか？はい。あ、これですね、同時にですね、入るために正のボタンを押していただかないと。正のでスタート。あ、正のでスタートごめんなさい、ごめんなさい。私5分で説明を受けてよくやってる方ですよ、本当に。やってる方です、本当に。よろしくお願いします。はい、さあ、よろしいですか、皆さん。よし。はい、行きましょう。じゃあ、同時にせーので。せーの、ポチですか。せーの、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 ポチ。せーの、パン。はい。知らん、もう知らん。もう知らん。もうせーの、パンで行こう。せーの、パンで行く。せーの、パンで行けや。なんでポンって言うの。せーのパンでいいやろ。何やせーのポンって。パンでいけや。はよ入れや、お前。生放送やぞ、こら。ほら。え、だせーので入らんとゲーム始まらんの。じゃあ誰か僕掛け声よ。掛け声。いや、そりゃ一番年上のお前いけよ、こら。あ、俺。え、急に。一番年上の年齢が。まあ、文化ですからね。はい。じゃあ、わかりました。いきますよ。よし。せーの。タイミングがわからん。エロシギンでハイになってよ、お前。エロい。わかりました。じゃあ行きます。はい、せーの、ポンね。はい。せーの、ポン。はい、入りましたね。セントさん、これで大丈夫ですか？よかったと思います。はい、入ることできましたね。皆さん大丈夫ですね。はい。お、さあ、よろしいですか？あれ、ちょっと待ってください。木村くん、木村くんで大丈夫です。大丈夫ですね。大丈夫ですね。さあ、今から、レースがスタートすると思います。あれ、でも結構群がります。あれ、まだちょっと群がりますね。俺たちまだ、はい、まだ入りませんよ。ちょっと待ってください。さあ、もう始まっておりますけども、これは大丈夫ですか？いや、でも、少々下がって始まった。始まりますんで、はい、もう大丈夫です、大丈夫です。さあ、始まりました。さあ、ペンソさん、解説の方よろしくお願いします。はい、まずはですね、はい、緑色のミーティングポイントを探しに行くんですけれども、はい、地図が左下に表示されます。地図なんかないじゃないか。あ、ちょっと立てば出てくるかと思います。はい。初めに始まった方にはもう出てるんですけれども。すごい。はい。あ、出た。これか。はい。地図にナビのような奇跡があると思いますね。それを追ってミーティングポイントまで行ってみてください。わ、めっちゃ面白そうや。面白い。はい、どうですか、血がたぎったりとか。はい。血がたぎったり。ちょっとたぎりますね。これすごいですよね。いや、すごい。迫力満点で。うわ、すごい。フラッシュもすごい。どこだ。すいません、皆さん芸人さんなりちょっといろいろコメントしていただきながら、ね、超集中してたんで、ね、結構使うんだ。すいません、若いおさむくんまで一言も喋ってませんので、ね、ゲームしまして。すごいです、ね、すごいすごいです。よろしくお願いします。さあ、今現在生徒さん、これは例えば1位だとか分かるんですか？いや、これまだチェックポイント皆さん入ってないと思うんですけど。なるほど、チェックポイントに行ってからが始まるんですね。はい、入りました、入りましたね。はい、これスピードテスト、まずはスピード勝負で始まります。さあ皆さん、まずはスピードテストでございますよ。はい、スピードといえば俺だろう。いや、ベジータがなぜスピードといえば俺だろうと言ったのか分かりませんけども。さまざま地球人とは敵が違うんだ。あ、なるほど。いいですね。はい、ベジータさんはあれなんですね、意外とそのゲームちゃんとするって真面目なんですね。当たり前だ、いつ俺がふざけた。よし、行くぞ。すごい。いやー、くらえ。よっしゃ、ビッグバンだとー。いけ、ビッグバンアタックやめてください。事故ったぞ。ビッグバンアタックやめてください。すごいぶつかった。わ、すごいな、これ。面白そう。何度もやればいいんだな。こっちか、こっちか。これ何回もスピード、はい、何回でもできますよ。時間帯でしたらばできます。さあ、今、清人くんのちなみに映像どうなってるんですか？清人くんはどうですか？清人どうですか？おい、な、誰が邪魔したやつ、俺を。さあ、今、誰と誰がぶつかったんでしょうかね、これは。これは、こう二人じゃないですかね。サキちゃん と、ベジータがぶつかったという。何が、はい、待て、はい、現在の順位なんですけれども、はいはいはい、ベルーの方ですんで、あ、俺だ、ベジータさんが、俺がナンバーワンだ、はい、おー、すごい。あ、変わりました、変わりました。何、はい、いや、コロンビアですから、はい、コロンビアの野郎、はい、あ、向かい、私、ずっと転げ落ちてるんですけど
すぐにカシャを邪魔だ、ヒーか、ヒーロー邪魔だ、今天才に連絡しちゃう、看板からずっと転げ落ちるんですよ、誰だヤジってやつ、それはそれ、レーシング・キムラが現在チーズ、はい、あ、すいません、あの向井君の顔アップするのやめてください、怖かった、いや、今見てて気持ちが悪かったからです、あ、なんで転げ落ちてる、どれ、ちょっと分からない状態になってますね、バズりましたよ、はい、ミーングアップって出たぞ、あ、なんか中にも場所、中に一体ですね、若いおさむ君がゲームに集中しすぎて一言も喋ってません、中に一体ですね、あの、一言言っていいですか、何ですか、すごい、5倍以上のエネルギー源があると思って、いや、かましい、あの、なんか場所に行ったらいいんだな、さあ、生徒さん、今現在は誰が1位ですか、はい、ちょっと待ってくださいね、現在はですね、あ、またベジータさんですね、お、ベジータ、はい、すごいやん、ベジータ、1位やんか、はい、そうだ、あれ、どうだ、集合場所、またすごい、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 私はこの無限ループの地獄に行く、いや、この無限ループこそ、え、無限ループ、やはり、あらわさきちゃん、ちょっと、あれやね、全然やね、もう、あ、空中に浮いてる、勝手に落ちる、ありがとう、宙に浮いてる、なんで無空中使ってるんだ、その看板にぶつかって、それで落ちるっていうのを今15回ぐらい繰り返してる、あー、ああ、どうした、何死ねえ、サキちゃんが全然、はい、大丈夫です、サキちゃんが全然進まない、誰かサキちゃんの車を、直しが入りますんで、サキちゃんの車がバグっております、ただいまサキちゃんの車が何回も、大丈夫です、まだあの正式発売までしかありません、なるほど、そんなもんやらないです、フライヤーってやつ、サキちゃんがバグってる、大きな声バグってるって言わないの、さあ、これはもう今お、レース、レース、よし、始まる、どこだ、どこだ、あ、なんかこれ、テントさん、今どういう状況なんですか、これはですね、スピードのレースが終わりまして、はい、はい、次は、中央のレースのモードになりますので、なるほど、はい、またダビにしながらですね、チェックポイントに、これからぶつけていかなきゃいけないですね、あ、ミーティングポイントですね、ミーティングポイントに行っていただければと思います、行け、チェックポイントは行ってます、はい、アフロー、逃げるだけや、振り切れると思うなよ、いや、逃げる、あ、面白い、もう入ってますね、あ、ばい、邪魔、さあ、今皆さんレースですからね、はい、チェックポイントどんどんですね、通過していくと、よし、これ、さあ、今一番速いのが天心、向井、何、あ、ベジータが抜きましたね、はい、今ベジータと、天心、向井の接戦という感じですけども、思いっきり事故りましたね、事故りました、さあ、向井君、はい、どうですか、向井君今現在何位ですか、3位ですね、3位、今3位です、俺の独走だな、本当だ、清田さん、はい、清田さん、5位です、5位、はい、情けないやつ、ドライブ、ドライビング、あー、どうだ、もう、そう、意外と、はい、これ僕はあの F1 が好きで、はい、レースゲーム結構やるんですけど、はい、ほんまにこの実際の車に乗ってるようなその臨場感がすごいあってめっちゃいいです、おはい、初めの車、車を買ってますよ、お、貴様どこにいるの、おい、ベジータ、サキちゃんに貴様とか言うんじゃないよ、下品な女ださあ、サキちゃんどう、はい、ようやく行ったんですけども、はい、誰も周りにいませんね、あれ、いいな、コロンビアって誰だ、これ貴様か、私は、俺やからだろ、行け行け行け、さあ、清人君と向井君が全然喋らなくなりましたけども、どうなんですか、実際そちらの様子は。どこや、清人は5位です。そんな先にいるのか。ずっと、ベジータどうですか、俺は2位だ。はい、俺は2位だ。はい、かなり遅いですね、ベジータ。遅いわけないだろ、すぐに。いや、負けてますやん。すぐにぶっ殺したい。おい、ぶっ殺すとか言うの。よし。さあ、木村君1位ですよ。私はゴールしたよ、今。あ、はい。すごい、ベジータ、君ももうゴールしているんだよ、はい、あ、なんだ、俺バツのとこぶつかった、邪魔や、信号待ちの車邪魔やはい、もう大体の方がゴールしているようですね、お、なんだ、あ、誰だっけ、あー、さあ、今、左から今、向井がベジータの車を、ぶつけてきました、あ、抜かされてるやん、抜かされてるやん、よっしゃ、抜き返した、いや、早いですね、木村君、はい、ありがとうございます、はい、はい、このゲームはですね、さあ、あの清人君と向井君の映像はちょっと地味なので、ちょっとサキちゃん映してもらっていいですか、サキちゃん映しましょう、はい、私はですね、はい、もう車が消えたんですね、はい、またリスタートしちゃってますんで、さあ、サキちゃん、ちょっと方向音痴なので、うん、
あ、なんかどこに行ったらいいのか。まっすぐ行ったら大丈夫です。これでいいんですか。はい。赤に向かって行けばいいですね。どこに行けばいいんだこれ。なるほど。おっと、あー、どうさきちゃん、あんたバカ。やっと出た。やっと出た。やっと出ました、あんたバカ。さあ、セントスさん、これは今、はい、もうスピードレースに入ってるんですね。そうです。で、今現在1位なのが木村と。はい。そういう形になってますね。はい。どけどけ。どけどけ。なんか集合場所に行くな。あ、そうです。はい。これは最後のジャンプというものに、みんなでやるためにですね、またミーティングポイントに行っていただきたく。はい。ミーティングポイントに皆さん行ってくださいね。はい、え、赤がこっちに行ったらいいんですかね。さきさんだけはちょっとこう一周遅れでやってらっしゃる形なので、はい、ちょっと別の、まだその前のルールでやってる形です。前のルールで私だけ、はい、いやいや、でも大丈夫だと思います。さあ、ベジータどうですか。どこだ、どこに行けばいいんだ。あの、左下にナビがあると思いますんで。ナビだと。はい、そのルートに従って。俺は戦闘力を頼りに行くんだ。やめられそう。私は慣れない、今やじって。おお、なんだなんだなんだ、スピードテスト、ジャンプ、はい、これで。さあ、最後です、スピードテスト。ジャンプですね。ジャンプですね。はい、ジャンプ、はい、よし、ジャンプといえば俺だからな。さあ、これを距離を稼いで、はい、いただければいいと思います。はい、またマップにジャンプゾーンが見えると思いますので、助走をつけてジャンプをしてください。まあ、横から落ちました。アムロが横から落ちました。はい、どこだ、どこだ、どこだ。バツボタンがブーストになってますんで、うわうわうわ、はい、ジャンプの際はうまくこれを使ってみてください。これか、上乗ってもらった。よし、ジャンプを上げれば。今バックスから飛べー、助走をつけてください。スピードが足りなかったですね、今。はい、もっとか。さすがベジータ様。よっしゃ、こんな状態で、あれ、もう一回飛び直して行きますね。あ、飛ぶよ。はい、アムロジャンプ。いや、行きます、待ってください。そこジャンプって普通に行くんかい。そこ行きますタイミングでしょ。アムロさん、なるほど、助走をつければいいんだな。はい、助走大事ですよ。助走が大事だと思います。距離を稼ぐには、はい、はい、ここや、下の下、とりあえず飛べ、よしよし、飛べ。あいつは、あいつは俺が邪魔する。はい、ちなみに順位なんですが、右上にありますですね、はい、この、国名がいろいろ並んでる、はいはいはい、それの番号の左側にMW と、はい、書いてある分、方がですね、現在1位となっている形になりますね。例えば、コロンビアの皆さんの方が、はい、すごいジャンプをしたぞ。あ、そうなんですか。終わり、あれは紙ロンになります。なるほど、すいません。はい、先ほど僕らの絵が僕らのゲームが落ちてしまったんですけど、そんなことございません。そうですね、何も起きてない。そんなことはございません、はい、そんなことはございません。そんなことはございません。終わったのか、終わった、終わったのか、終わったのか、終わったのか、これは終わった。さあ、終了いたしました。はい、終了やね。さあ、さあ、生徒さん、はい、これは誰が1位だったでしょうか。これちょっと待ってくださいね、はい、今結構カオスの状態だったんで、はい、現在なんか4名になってますけども、はい、気にせず、ですね、1位は、はい、どちらですか。俺4点。1位、え、ここ1位、え、1350、戦闘力1350。あ、コロンビアですね。はい、じゃあそちらの、あ、戦闘力で獲得されてる。私は1500。ということで1位は、はい、天心の木村でございます。 おめでとうございます。ありがとう。いや、私は最後のジャンプの時にね、飛行石を使ったんだよ。急に知らんの掘り込んできたよ。急に知らんの掘り込んできた。すまないね。いや、いいですよ。言葉を慎みたまえ。君はラクタオの前にいるのだよ。もうええつんだから。さあ、丸め滅びるぞ。ということで、はい、1位は天心の木村でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ということでございまして、製品版では、バグは、直しますようになっておりますので、はい、
さあ、ということでございまして、千歳さん、はい、いかがでしたか。いやー、なかなか波乱万丈で、はい、はい、その中ででも堅実に息子さんはポイントを貯めてらっしゃいましたね、はい、なるほど、わ、はい、かりました。さあ、おさむくんいかがでしたか。いや、結構良かったですけどね。皆さんの足元すっきりしてるんですけど、はい、僕のとこ見てください。何ですか。もう配線だらけです。あの配線とかって言われてもちょっとカメラ抜けないのでちょっとすいませんね、よろしくです。カメラがちょっと台数の方が少ないもんですいません。これがあのガンダムの回路に似てるんで、ただジャンプするときに、はい、あのアムロって言ったときにジャンプってすごい悲しかったです。あそこ行きますチャンスだったと思うんですけど、いやもう本当にあのアムロ忘れてやってしまうぐらい面白い。なるほど、そんぐらいの、はい、なるほど。今ちょっと配線の方が映りましたね。今ちょっとだけ映りましたけど、そうなんです、はい。さあ、さきちゃんいかがでしたか。はい、私ちょっとねトラブルが起こってしまって、うん、なんかバグってしまったので、うん、515ポイントで、ポイントだけ桁が貴様だけ1個低いだろう。そうなんです。でもそのバグってる感にね、めっちゃアイスを振りまけたので。え、怒ってんの、さきちゃん。ん、怒ってんの。あんたバカ。誰に言うてんのそれ。誰、あんた誰に言うてんの。さき全然似てないんですよ。それ言うのか。言っちゃいますか。ちょっとお願いしますよ。さあ、ベジテいかがでしたか。なんだ、俺はな、うん、こんな車なんかに乗らなくてもな、飛べるんだ。向井さんいかがでしたか。向井さんいかがでしたか。向井さん、そうですね、はい、まあ、正直あの MC を背にしてやるという放送が初めてだったので、はい、あのちょいちょいゲームやりながらこっち見て、はい、ちょいちょい佐藤さんにおいリーゼントとか言ってたんですけど全部無視されるという。全く聞こえなかったですね。そうですね、すいません。次回までにはね、はい、声を4倍にしてまた帰ってみたいと思います、はいはい、ありがとうございました。さあ、清瀬さんいかがでしたか。なんで相方がこんな遠い。マジかよ。いや、そうです。あの一応ね、はい、あの一応これこうキャラクターがこうある順にこう並びさせていきました。すいません。向井さんはすいませんね。これ悲しいですね。なんかここら辺なんか別口でやるようにねえ、ね、途中でもうでも楽しかったでしょ。楽しかった、途中までは。はい、途中までは。でもあんまり会話もできんかったしね。はい、あんまり俺らのこと興味持ってなかったな。え、興味持ってるからだって絵が地味とかなんかさ。絵が地味って言われたらね、もう心折れますよ。こっちがやっぱ派手すぎて。そこで俺もいつか考えても、もう今日休もうと。次回なんかいろいろとコスプレしていただければカメラ抜きますんで。コスプレ？はい。あ、そこ？そこです。絵がやっぱ派手なんで。すみません、ね、そうなんですか。エヴァン、あの、やっぱ映って、サキちゃん映って、サキちゃん映ってってなんか来てましたんで。いや、そんなに出したらもう、うん、ね、はい、コメント信じてた俺ずっと向井滑れ、全然声聞こえないですよ。やりきれませんよ、コメントだけ追っかけて。はい、ということでございます。皆さんどうもありがとうございました。さあ、ということでございまして、それでは一旦ですね、後半の一般参加マルチプレイトーナメントの前に、Need for Speed Most Wanted のプロデューサー、ディアン・ローンブさんのインタビューをご覧ください。So this is Criterion's second Need for Speed game since Hot Pursuit in 2010. And we chose to do Most Wanted because we really like the premise behind the title. So actually becoming the Most Wanted is really powerful. And we're all about friends at Criterion. So Most Wanted is all about becoming the Most Wanted amongst your friends. It's an open world racing game where people can chase, race and explore the open world. And most importantly, compete against their friends.We've got racing in the game. Obviously, you race against AI cars on checkpoint races, sprint races in the open world. And then you've got chasing. So the police play an integral part of Most Wanted. So they patrol the open world. And as you're driving around the open world, if you drive fast or dangerously, then the police will be after you and you have to use the open world to get away from them. So find somewhere to hide and go into cool down and then the police will be off you until you...do something crazy again. The speed most wanted or can I send in it? Cool. すげえって聞いてきてるんですよ、皆さん。いやいや、はい、いや、素晴らしかったですね。大人らしいと、はい、
日の放送でこんなに気抜いたの初めてよ。ひどかったですね、部屋か。自分の部屋か。音声来たようですね。はい、行きましたか。はい、さあということでございまして、はい、ありがとうございました、はい、後半の一般参加のマリスプレイトーナメントに参りたいと思います。ということで皆さん本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、はい、帰って、はい、帰ってください。大阪から来たのに。え、大阪来てくれた。はい、大阪から来て最短の仕事です。ありがとうね、さっちゃん。だったらさっちゃん座ってくれてもいいけど大丈夫。さあ、ということでございまして、このモスト…あ、前、すみません、前の2人もちょっと履けてもらっていいですか。あ、お二人には履けないですね。あ、お二人は履けない。あ、そう、清人さんはこっち来ていただいて。あ、僕、はい、あ、そうなんですか。じゃあ、清人さん、お疲れ様です。お疲れした。なんか、普通の連れと喋ってる。そう、なんかもう、同志みたいな気持ちがさあ、ということでございまして、はい、このモストウォンテッド TV では一般の参加者を募集しております。8人によるマルチプレイを行い、配信ごとに勝ち抜きの1名が、1名を決定いたします。はい、勝ち抜きを決めた方には、こちらを差し上げます。こちらの、ノベルティですね。この T シャツ、我々が着ているやつとこの帽子と、ステッカーですね。はい、はい、こちらの方を差し上げたいと思います。はい、はい、素敵ですね。さあ、最後に、各回の勝利者7名にもう一度集まっていただき、12月20日に決勝戦を行います。決勝戦を勝ち抜いた優勝者1名にはなんと何、都内一流ホテルでのフルコースディナー&スイートルームペア宿泊券を差し上げます。すごい、スイートルーム。そうでございます。さあ、それでは今回の参加者に登場していただきましょう。本日の参加者、よろしくお願いします。お願いします。どうぞ。さあ、よろしくお願いします。お願いします。さあ、こちらが一般参加の皆さんでございます。よろしくお願いします。おらおら、一つ続々と、はい、さあ、前の方に来ていただいて、はい、じゃあこちらが4名で、前に4名行っていただけますか。はい、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 さあ、よろしくお願いします。はい、ね、やっぱ男性なんですね。そうですね、はい、さあ、すごいですね。はい、一人明らかに僕らの年上だろうって言われて。本当先輩、先輩ですか。わかんない、先輩です、先輩です、先輩ですね。よろしくお願いします。さあ、ということでございまして、さあ、皆さん今エキシビジョンマッチやってましたんで、ちょっとルールの方上がったと思いますけども、ルールは先ほどのエキシビジョンマッチと一緒でございます。はい、3つのセクションでの合計スピードポイントを競っていただきます。一番ポイントを稼いだ人が今回の勝ち抜けとなります。さあ、それでは皆さん、先ほどと同じように、せーので、はい、ボタンを押していきたいなと思っております。さあ、じゃあこの掛け声の方、セントスさんの方でよろしいですか。わかりました。はい、せーのパンで、せーのパンでよろしくお願いします。はい、お願いします。では、ご準備よろしいでしょうか。スタートボタンを、せーのパン。さあ、準備の方よろしいですか。はい、大丈夫でしょうか。では、行きましょう。せーのパン。来た。いいですね。いいですよ。やっぱり手際がいいです、皆さん。はい、天使向井君と全然違います。もしかしたらさっきみたいにちょっとバグとかもあるかもしれないんですが、そうです、まだ初代前なんでね。そうですね、はい、それの勝負です。はい、はい、製品版ではそのバグはもう修正されておりますので、はい、まあ、今日はそこもそこまで踏まえてなくて、はい、大丈夫ですね。お願いします。いや、でも皆さんもうなんかすでに動きが違うんですけれども、ね、そうですね、はい、もう持ってる、うん、やってないから、ほらほら、それからちゃんとやるから。あ、なるほど。やっぱディプってらっしゃいますね。すごいな、みんなも動きが違う。全然違う、さっきと。先輩、いかがですか。先輩、先輩、初めてやるんです。先輩、初めてやるんですね。俺の前のゲームはやることあるんですか。全然ないです。まあ、ない。つまりこれ操作方法分かってない可能性がありますね。なるほど、はい、じゃあ簡単にちょっとご説明させていただくんですが、はい、お願いします。はい、R2 ボタンがですね、アクセルになっていますので、走る際は基本的にこちらを使っていただければと思います。そして U2 ボタンがブレーキですね。もう基本的にはこの2つ、そしてアナログスティックで操作をしていただくと、すごいシンプルになってますね。そうですね、はい、そして今日、はい、操作は簡単ですか。そうです、1回もう分かってしまえば簡単。なるほど。どうですか、大丈夫ですか。すごい、皆さんは、はい、すごいです。現在1位は誰ですか。あ、後ろのことですね。現在1位でございますけども、スパイゲームをやられたことあるんですか。そうですね、シリーズは今までやってきて。なるほど。あ、どうですか、これ新しいゲームは。いや、結構あのワンアウトの何人で勝つのシリーズのゲームがあるんで、それの予算を合わさせてもらってすごい良かったと思います。ありがとうございます。専門的な。
さあ、それではご紹介していきますか、千歳さん、はい、誰がどの車に乗ってるかっていうところ、はい、ちょっと名前がわからないので難しいんですけれども、そうですね、はい、じゃあ、当たらでいきますか、じゃあ先輩、はい、先輩、お名前の方をまずお聞きしましょうかね、はい、お名前は、ハッピーさん、ハッピーさん、はい、国名はチェコとなりますね、はい、さあ、お名前は、はい、はい、お疲れ様クラリスです。クラリス、失礼しました、はい、クラリスさんの国名アルゼンチンとなっております。はい、お名前は、はい、あ、グランドラゴです。グランドラゴ、グランドラゴさん、ゴ、ペルーですね。はい、さあ、はい、そして、クライトです。クライトさん、はい、コロンビアとなります。では前、自分が行きます。名前が難しい、はい、そうですね、ニックネーム、レコードネーム、ペンネーム、はい、よろしければ、ね、さあ皆さんゲームに集中してるんで、今更名前を言う、はい、熊の子見ていたさんが、ボリビア、熊の子見ていたさん、はい、かくれんぼさんですね、熊の子見ていた。さあちょっとただ今レース中なので、なるほど、ちょっと一旦、ちょっと皆さんね、空気読めようみたいな、はい、そういう感じになっちゃいますから、ね、ビリビリムードでございます、はい、はい、失礼いたしました。さあそれはそうでございます、はい、で皆さんその国名が、右上にありまして、はい、これで順位や点数を確認できますので、はい、そちらを見ていただければと思います。今現在1位が、クラリーさんです ね、そうです、1位やね、クラリーさん、そうですね、そうです、失礼しました。あんまやっぱ喋りかけない方がいい、そうですね、ね、集中してらっしゃる、はい、でも一応これ番組生配信しておりますので、うん、一応喋っていただかないと、でもね、空気悪くなるのもね、もなんだけど優勝者に景品がありますから、ね、はい、集中もしますよね、はい、はい、そうですね、だってそれ言ったらここで今日1位取って、ああ、最後のチャンピオン大会に集まっていただいて、はい、優勝したら豪華スイートルーム、あれはすごいですよ、ディナーも、ね、来ますんでね、はい、はい、さあこれセントスさん、これは、はい、前ゲームはセントスさんやられたことあるんですか。いや、まだやってないですね。前のゲームも、はい、おー、なるほど。いやでもこれはリアルですし、すごいですね、はい、迫力ある、はい、さあこちらがお名前の方はございますので、ちゃんとありました、はい、ちゃんとございました。なるほど、はい、じゃあご紹介させていただきます、はい、あとケンタさんという方がクロアチア、はい、レッドバルーンファンさんがパラグアイ、はい、そして青柳さんがチリとなっていますね。はい、青柳さんだけ普通なんですねそうですね、はい、はい、こういう形になっております、はい、さあ現在1位となっているのはチリですから、青柳さんですね。あ、青柳さん、はい、すごい、ぜいたくがしてもらったらこう、ね、ちょっとクラッシュしたらうわーっとかぐらいは欲しいですね、うん、まあ、いっかそうですね、なかなか難しいところかもしれません。さあ、千田さん、これ実況の方をお願いしたいんですけども、これは今、どういう状態なんですか。現在はですね、はい、レースに入りました。先ほど、スピードの勝負をしたんですけど、なるほど、じゃあもうスピードの1位はもう決まってるわけですね。はい、それは出ていない。いや、でも点数は累積ですので、なるほど、はい、合計得点でございますので、はい、さあ、ということで、そっちは、クライスさんが、はい、クラリスさんが、現在1位だったんで、もしかしたら、はい、1位を突っ込んでたら、スピードが1位だったかもしれないという、はい、状況ですね。はい、わかりました。はい、皆さんチェックポイントをどんどん目指していってください。ここをどんどん通過すればゴールになりますね。さあ、はい、ハッピー先輩、ハッピー先輩は普段何をやられてるんですかねハッピー先輩普段何をやられてるんですか。あ、会社員でいらっしゃる、なるほど、今日は仕事終わりで来ていただいてありがとうございます。実はカンフーの達人とかじゃないですかいや、わかんないですよ、カンフーの達人かもしれません、ね、それは、はい、さあ、はい、現在はパラグアイの方が一番なんでしょうか。おー、パラグアイ誰、レッドバルーンファンスさんですので、右から2番目の前の方ですね、はい、あの方だけ T シャツが、このゲームの T シャツを着てらっしゃるんですね。かなりガチな方かもしれないですね。そうですね、はい、レッドバルーンさんのちょっと、レッドバルーンさんですっけ、レッドバルーンファンさんですね。レッドバルーンファンさん、はい、レッドバルーンファンさん現在1位なので、ちょっとカメラさん抜いていただいてもいいですか、はい、1位の走りをちょっと見ていただいてですね、はい、はい、さあレッドバルーンファンさんの画像は出ない、ちょっとこっちからは出ないレッドバルーンファンさんの画像は出ない、抜けない、なるほど、抜けないということですね、はい、はい、ということで、じゃあこれ今画像が映ってるのは、これは誰の、はい、コロンビア、あ、いや違いますね、あれか、アウディはどちらの方ですか。ちょっと待ってね、はい、うん、すごい、どっちだ、まあね、なんか、ことの画像が絶対つけたら、あ、できますよ、だから今ね、はい、はい、じ
やっぱ普段こういう光景に慣れてないとやっぱもう動き方が分かります。はい、はい、今メインの画面は多分コロンビアの方ですね。メインの画面はコロンビアですか。はい、フライトさんの画面が映っています。はい、フライトさんですか。はい、違うでしょ。フライトさん違います。白い車です。白い車なんですけど、クロアチアじゃないですか。あ、そうですね。クロアチアの、はい、クロアチア今現在、6位ですね。はい、ざわざわした雰囲気がなかなか素晴らしいことになってますね。はい、そうですね。はい、ただ、黙々と、ゲームをやるというそうですね、ことになっておりますね。はい、だからこれ一般素人の方が、はい、参加していただいて、はい、これ今見てる人もいやこれだったら俺の方がいけるよっていう方が来ていただければもう次回以降。なるほど、はい、どなたでも参加できますから。面白いですね。はい、今日はやはり前作までをプレイしたことがある方と、はい、やったことない方でちょっと差が出ちゃってますので、はいはい、今はこれどういう状態なんですか、セットさん。はい、これはですね、はい、チェックポイントに向かっているところですね。先ほどのレースが終わり、次はチャンスとなっていますので、はいはい、皆さん地図の赤い丸を目指して走っていただければと思います。なるほど、それはもうスピード時間ですね。はい、時間が短い方がいいと、その赤い丸のところまで、はい、早く行けばメリットがありますね。なるほど、だから何回もそこに行かなきゃいけないんですよね、はい、赤いところを目指して、そうです、そこまで、だからどん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 赤い丸が出ますんで、はい、そこにただひたすらそこに向かっていただくと、はい、ということでございます。さあスピードでございます。はい、緑のラインがナビになってますんで、はい、左の下についてるナビがね、それが、向かいという印でございますんで、そちらにひたすら向かっていただければ大丈夫でございます。はい、激しいな、激しいな、はい、どこだよ。さあどうですか、ちょっと聞いてみましょうか。いかがですか、今実際やってますけども。残り面白いです。ロケットジャンプを入ってきてます。すごい面白いということでございますね。はい、さあいかがですか。あ、楽しい。あ、面白い、面白いですよね。はい、やっぱこう喋るのにどっちか集中できないですね。喋ってる時に、あっちょ、あっちょ、久々にあっちょ、あっちょ聞きました。あっちょ、あっちょ。はい、すでに、皆さんジャンプに入っていますね。ジャンプ、はい、これですね、問題の、はい、これ助走が大事ですからね。バックもできるんですもんね。バックもできます。バックして助走付けでジャンプでございます、皆さん。助走さんいわく四角ボタンの、はい、失礼しました、バツボタンのブーストをうまく活用していただければと思います。何回でも時間内でしたらリトライできますので、どんどんやっちゃってください。ジャンプ気持ちよさそうですね。はい、ただ橋を越えれる人があまりいらっしゃらない。だうまいな、うまいな、うまいな、はい、全然違いますね、天使向かいと。そうですね、つぶし上げられる。これジャンプ何回も行けるんですか。はい、ジャンプ何回もして、はい、そのジャンプが一番長かった距離がポイントになる。そうですね。なるほど、はい、じゃあ皆さん時間内何回でもジャンプしていいんで、はい、そこでの距離でございます、ね。はい、残り3秒ですね。でも、はい、時間ないですよ皆さん、残り3秒でございます。はい、時間がもう来たかな。はい、これでジャンプも終わり、さあジャンプも終わりました。はい、さあということで、こちらで総合誰が1位だったのかという、はい、はい、さあ結果出ましたでしょうか。どうだったんですね、はい、これで1位の方が残る。そうです、1位の方だけですね。おー、喜んでらっしゃいますね。さあ1位は、はい、パラグアイの方ですので、はい、お名前はレッドバルーンファンさんですね。レッドバルーンファンさん1位おめでとうございます。気持ちいいバックホール、ありがとうございます。さあ、レッドバルーンファンさん、はい、で、1位でございますよ。ありがとうございます。レッドバルーンファンさんはこの前の前作のあれをやられたりしてたんですか。あ、はい、そうですね、基本的にカーボンというシリーズがあるんですけども、はい、そこからあの全シリーズは一応やってます。いかがでした、新作でございますけども。そうですね、このニードフォースピード第3世代ということですけども、はい、まあ、新要素、新しい、オートログとか、まあ、その新要素、また新しい車、はい、まあ、そういうところも含めて、まあ、素晴らしいと思います。
まあ、でもこれだけじゃなくてまたどんどんアップグレー、例えば、はい、アップグレードとかでまたすごい進化していくんじゃないかなと思います。カメラ、レッドバルファンさん、レッドバルファンさん、はい、これなんでレッドバルファンさんは僕らと同じ T シャツ着てるんですか？あ、これはですね、はい、前に東京ゲームショーというイベントでですね、はいはい、まあ、同じようなイベントをやられたんですけども、はい、この T シャツはもともとそのイベントで1位を取った人がもらえるっていう T シャツだったんですね。えそのイベントでも1位取ってきた？あ、はい、そうですね。衝撃ギアやこの人、衝撃ギアが現れた。すいません、すいません、ガチでごめんなさい。衝撃ギアですあの人。ごめんなさい、ガチで。すいません。よく来ようと思ったな。はい。ちょっとやりたかった。いや、本当に素晴らしい。え、レッドバルーンマンさんは、はい、ちなみに今おいくつなんですか？今15ですね。若っ。マジで？はい。え、学生？学生ですね。高1？はい。よく成人に間違われるんですけども。何ですか？よく成人に間違われます。そうよね。はい。すごいな、15歳。え、何歳からゲームやってんの？そうですね、もう幼稚園入る前からやってたと思いますよ。すごいな。すごいですね、幼稚園からね。めっちゃさ、ガッツポーズやりよったけど、はい、この喜び誰に一番伝えたいですか？なるほど。いや、はい、そうです。このイベント始まる前にいろんな、ゲーマー実況の人とかともいろいろ話してたんで、まずその人たちに喜びを伝えたいですね。ゲーム仲間の方々と、なるほど、はい、喜びを勝ち合いたいということで。なるほど、はい、それゲーム仲間もまた次回来たりするんやなかろうね。あ、わかんないです。どうなんでしょうね、まだ。だってさ、それをさ、こう、はい、で、呼んでさ、はい、こう来てさ、またこうトーナメントで戦うみたいな。そうですね、そうなればいいんですけども、はい、まあ、なればいいんですけど。ゲーム仲間の中でもレッドバルファンさんはやっぱり上位やったりするわけ？いや、そういうことでもなくて、まあ、まだレッドバルファンさんより上おんの？まあ、上はいますね、本当に。ベテランの人とかも いらっしゃるので。どう思います、レッドバルファンさんのこと？いや、すごいガチ勢なんで、すごいとは思いますね。ああ、で、まだ発売されたらいくらでもやり込みますからね。ね、はい、そうですね、まあ、ることはできると思います。さあ、ということでございまして、はい、優勝はレッドバルーマンさんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、ということでございまして、今回勝ち抜いたレッドバルーマンさんには、はい、先ほど、やってましたが、はい、ノーベル賞、ノーベル違うわ、さっきのあれです。あ、景品、景品、はい、景品のプレゼントいたしましょう。ノベルティーです。はい、どうぞ。はい、おー、これ T シャツ2枚目になりましたけども、はい、おー、はい、じゃあレッドバルーンファンさんおめでとうございます。はい、さあ、せっかくなんで帽子もね、かぶっていただいて、はい、行きましょう。あー、かわいい。はい、はい、おめでとうございます。はい、おめでとうございます。さあ、ありがとうございました。ということで、皆さんどうもありがとうございました。じゃあ、1位の方以外は皆さんお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。これにめげずね、また次回も聞いていただければ、参加することは自由でございます。先輩、はい、帰る速度早っ。さあ、ということでございまして、はい、はい、さあ、ということで、時間がまだございます。じゃあ1位の方と、はい、プレイの方やっちゃいますか？やっちゃいますか？おお、はい、恐ろしいです。いやいや、こちらですよ、はい、胸を借りる感じで。そのとでも。いや、とんでもない、とんでもない。行きましょう、行きましょう。じゃあ、前で大丈夫ですね。はい。じゃあ、ここでやる感じなんでしょうか。はい。やりましょう。はい。じゃあ、僕はね、まだ1回もやってないんでね、ちょっとマジで、潰したろうかと思ってますよ。レッドバルーンファンか、レッドバルーンフェスタか知らんけど。では、スタートの合図は、レッドバルーンさんから、レッドバルーンフェスタ。やっていただきましょうかね。はい。やっぱり、全然面白い。どうしよう。さあ、どうしたらいいですか。僕は合図に出せばいい。はい、せーのでスタートから、はい、仕切ってるやん。仕切ってる、仕切り出しとるやん。なんだ、MC 交代か。ごめんなさい、ちょっとテンションが変なんで。いや、大丈夫ですよ。そうやね、ちょっと変やね。変やね。じゃあ、せーのでスタートボタン。はい、じゃあいいですか。はい、お願いします。せーの。はい、入った。はい、入ったね。ボタンは俺全く説明してない。始まりましたじゃないですよ、これ。
どう？どうした？自分で考えたよ。 R2 ここですね、ここがアクセル、はい、ここがブレーキです。はい、わかりました。で、ここがあのヒートロー、急加速ですね。はい。で、ここがサイドブレーキ。はい、わかりました。で、ここがスティックでハンドル操作。はい、スティックとハンドル操作。はい、なるほど。ここ連打、ここ連打して。いやいや、うるさい、うるさい。さあ、始まりました。おお。うわ、さあ、ということで、ここが、どこですかね。これは、ペルーですね。そうです。はい。ここがペルーで、色何色だろう、はい、これ。視点が L1 です。おーおーおいおい。視点が、はい。L1。自分は赤い車の、はい。まあ、国名なんでしたっけ、英語読めないんですよ。さあ、自分の車を紹介してくださいね。はい、チェコです、チェコ。うわ、せんま、これ。あれ、どここれ。これはとりあえず、あの赤丸の方に向かって走ったらいいですもんね。はい、ね、はいはい、とりあえず、ミーマークの場所に行っていただきます。はい、これです。まさに今、腕がかかりますね。え、バックは？バック。あ、バックは、あのブレーキのボタンを続けてもらえれば。ブレーキどうやって？ L2 です。L1? あ、2ですか。じゃあ、しくったら。うわー、難しい。おー、よし。誰赤いの。おー、これは喋れんな。はい、喋れないですぶっちゃけ。そら、あ、ちょ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 って言うわ、これで。そうですね。頂上頂上や、あーくそあーくそ、これマジで誰が前から来たのこれ。おい、なんだバカうわおいこらレッドバルーン、こらレッドバルーンレッドバルーンがめちゃめちゃ俺にぶつかってくんのようわ、これでも面白い。はい、爽快感ありますね。あるお、危ない。リアルじゃこんなんできないですからね。できない、できない、はい。基本的にまず車自体が買えないですから。あ、これこれ。そう。そうですよね。これで楽しむしかないもんね。はい、あ、ってことは俺逆走しとったやん。さあ、スピードテストが終わったみたいですね。終わった。終わった。スピードテスト。はい、それはハッスルレッドバルーン。さすがですね。おいボルラ、すいません、なんか15歳のおいボルラ、申し訳ない。いや、腹立つわこいつ、この15歳。さすが、お若い、勢いがありますね。くっそ、俺も分かってきてるからな、こだあ、この今、このまま行
藤さん何位ですか今は、どこでしょうね。ちょっと向こうが、レース中はもうなかなか見えないですね。しかし、あんまり上の方ではないですね。さあ、ということでございまして、はい、ということでございまして、はい、すいません、はい、チャンピオンのレッドバルーンさん、はい、退場です。あ、はい、わかりました。交代で、レッドバルーン2世が来ました。これどうなってんですか。そんでも敵にルールで教えるけ。はい、年齢のためちょっと。あー、なるほど。はい、残念ながら。おっさんごときには負けませんよ。お、幽霊。てめえ何歳だこの野郎。まだ牙向いてないのに。あ、二十歳かこの野郎。あ、二十歳もう。俺18歳。嘘。衝撃の事実。わ、これ逆走や俺。さあ今どういう状態でしょうか、ね。でもスピードが速いから、はい、うわでもこれ面白い。うわ前から来た。うおすごい怖い。うわ危ない。対向車来た。怖いね。怖いですね。迫力あるね、はい。おすいません、まだですかね。出ましたこれ。今のでレース終わり。はい、次はジャンプがありますね。おー、はい、ジャンプ。ここで頑張らんと。赤いところがジャンプ台ですか。はい。あ、これオートマになっとんねや。これどん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 これ変わってない。なかなか目的地につけやすいですね。はい、これ難しいですね。そうですね、むずいですね、ジャンプはね。ここにある。あんまスピード出してても曲がれなかったりするから、はいはいはい、そうですね。ここか、ここやな。はい、よし、ここみんな集まったみたいですね。よっしゃー、これジャンプじゃい。ほら、行くぞ、ほら。よいしょー。うわっめっちゃ走ってあったやん。え、どういうこと。めっちゃ走ってあったやん。うわ、ナビ出してるぞ、ナビ出してる、ナビ。こっちだね。うわうわい、よいしょー。あ、俺逆から飛んだ。あれあれ、セントスさんはどちらですか。結構かなり間違えちゃってます。あれ乗れない。来た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 。やべえ、これ誰や。セントスさん、すいません。おい、逆にジャンプしてます。俺が今から行こう思ったのに、セントス失礼しました。これでもかなり逆でしたね。あーれーよいしょーイエーイ。
わいや、全然ダメでしたわさあ、ということで、はい、あ、俺2位や、はい、飛んでる、ね、うわ、これやばいな結局どうなったんでしょうねということでございまして、はい、誰が1位なのかさあ、見てみましょう自分が2位で、あ、やっぱり奥の方が1位になってますねさあ、ということで、1位は、レッドバルーン2世さんです2世さん2世も強いんかい2位は、2位は俺じゃない2位僕でしょいや、違う自分でしたうせえセントさんあ、そうでした、はい、そうやん、3位は誰俺やろ3位は俺やろ2位やろ誰やろ、3位3位どっち3位わかんないですか俺やろほら2位がペルーほら、俺2位やんか、ペルーほらあ、そうですかそうや1位や、1位コロンビアですよ1位コロンビアで、2位がペルーで、3位が、あの、キヨトでしょ4位ですよあ、4位でしたはいあそうでしたかえ、だっせ、先生すいません、解説してたのになんでこんなことになっちゃったんですかセントスさんだってね、聞き手じゃない方ですいや、両手ですそんなわけないですよね、はい、いや、これ面白いですね、はい、ありがとうございましたいや、ありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました、はい、ありがとうございました、T シャツも出るやん恐れなってるやんこれミスマッチの2人さあ、ということでございますね、はい、お時間の方が来てしまいました、はい、さあ、ですね、こちら、エンディングの方に行きましょうかねはいエンディングでございますさあ、モストボンデッド TV では、あなたのご参加をお待ちしております、ご参加ご希望の方は、こちらの画面上までということでございまして出るんですかね、画面上はい、はい詳しくは、モストウォンテッド公式サイトまで、知っていただければ、参加、ねさせていただきます、はいお名前とメールアドレス、都道府県と、参加にあたっての意気込みなど、公式で書いていただければどんどん、メールくれれば、はい、参加できるということになりますからね、はい、もう本当にこれは本当初めての方でも全然できると思います、はい、できますね何やったら俺清人だって2回目やんとかそうです、ね、俺今初めてやってパッて今現在説明を受けて俺パッて今2位になりますね、まあはいぐらいの、うんゲームでございますので、はいはい、ぜひとも、遊びに来てください、はい、面白いさあ、セントさんいかがでしたかいやすごいゲームでしたね、うん、リアルでしたし、まあはい、いろいろありましたが、はい、また次回も放送がありますんで、はい、そちらもぜひご視聴ください今日はありがとうございましたありがとうございましたありがとうございますさあ、セントさんいかがでしたかいや、僕ゲームを普段やってなかったんで、はい、めっちゃ面白かったんですけど、うん、こう、放送してるんですか今してますよそこもふわふわしてるよ打ち合わせでまだなんかしっかり入ってないですね結局してました、大丈夫してましたのでね、はい、さあ、ということでね、先ほど あのエキシビションマッチに出てくれた芸人が、はいもう誰もいないっていうことになってますので、はい、そうですね、さあ、ということでございまして、はい、また、次回、はい10月11日に、はいやりますので、その時にまたお会いしましょうということで、皆さん本日どうもありがとうございましたありがとうございました